速でね、4速で曲がっちゃおう、4速で。全然慌てる素振りがないと思ったら、そういうことだったのね、ドリドリ。ちなみに土屋180のブーストはノーマルの 0.8 のまんま、ラックチンドライブ。しかし大井はこのキューズに大満足。昔思い出すな、なんて涙浮かべちゃって変なやつ。甘いんだったら頼んだ。 NA でどんなに頑張ったって、こっちがねちゃんと7000まで引っ張ったら、あんたどのくらい速いか知ってんのねえ。そんなの簡単にやってきちゃうんだから。ほらほら、おおほら、速いでしょ。最後だけ本気を出した土屋180、あっさり逆転。ちょっとチューンってのはターボ車の場合はブーストちょんと上げるだけでいいの。え、結果はやっぱり180のぶっちぎり。でもいい音出してずっと全開で走ってたキューズの方がもしかしたら楽しかったかもよ。だからこれを NA を速くするっていうのは、ニューツーリングみたいな、500万もかけないと無理よ。まあ結局ブースト上げるっていうのは排気量を上げちゃうのと同じですからね。一緒一緒一緒。だからそういう意味じゃそれほど速くはならない。でもね、乗らなきゃ分かんない良さがあるのこいつには。なんかね、俺なんてもう86乗ってるみたいなね、気分になっちゃう。はいはいはい、よく分かったよ。はい、ご苦労さんで。乗ってみてよ。ついほら、ちょっと乗ってみて、乗ってみて。ご苦労さんでした。乗ってみて。ほら。なんか懐かしいでしょ。俺86の時走り回ってたような音だな。俺はいいかもしれない。うん、いいね、いいね、いいね。もう7500ね。7500円。7500円じゃない。7500円までもあるよ。いいじゃん、こりゃ。ビンビンに回るってのがいいね。だから最低限このぐらいの仕様になれば、キューブで十分楽しく走れる。そうだね、うん、上もしっかり回ってるしね、うん、いい感じだよ。こういう感じで上がピーッとこう回ると嬉しいね、うん、だから速く走ってる感じさえすれば OK ってとこあるんですよ、結構ね。だって俺10年前86乗った時ね、それぐらいのパワーで十分満足してた、はいはい。自分だって17秒18秒の世界ですよね。16秒台になったらすげえ速いって思いますね。このぐらいに走れればね、俺は十分だと思うな、はい。まあ、結局絶対加速よりもフィーリングが重要であると。もちろんそう、うん、やっぱり NA っていうのはフィーリング、気持ちよさがね、うん、走るための気持ちよさで、ターボに求められるのがやっぱり速さの気持ちよさ。そういう分からいくと、同じ金かけんだったらターボの方が安上がりだけれども、やっぱり気持ちいいなっていう走りを望むんであれば NA だね。ちょっとですね、NA 派としまして、なんか負けたような終わり方で気に食わないということでですね、白鳥玲子でございます。最後に究極対決。あ、お前ットマージョン名物究極対決。そういう毎回なんかこの頃究極みたいなのが出てくるけど、俺究極行くんなら俺は NA 派だよ。ん、究極、俺なんかルマンでも NSXR は NA だしね。やっぱ究極まで行くと、いや究極に行くと NA はいいっていう話なんだよ、うん、まあ、パワーさえしっかりあればもちろん。というと思ってね、僕はねちゃんとターボを用意してきましたって行ってみましょう、行ってみましょう。いくらでも負けないよ俺は。舞台は前回同様東コースへと移された。ここでまたとんでもないバトルが始まろうとしているのであった。まあ究極になると、ここまで来ると NA は絶好調だぞ。まあ全日本 GT でくすぶってる車には負けないね。まあこれはもう 4位にも2回なってるしね、シングルホルダーと言ってもらいたいぐらい。だからまあ車の特徴としてはですね、タイヤ幅はアメンボーズシルビアに比べて、まあタイヤは半分ぐらいの細さなんだけれども、コーナリングスピードは断然こっちの方が速いと。でまあシーケンシャルシフトであると、6速ミッションを備えてる。対するアメンボーはですね、やっぱりターボの凄さがもう満載みたいなね、これぞターボっていう走りをすると。向こうはハイテク満載、ハイテク満載のマシンとドライバーのマッチングが全く取れてないっていうところがありますから、そこら辺がうちらの勝ち目になると思いますね。いや、息はぴったりだよな。え、もう君たちも息はぴったりだよ。え、もうさあ、それでは行ってみよう。多分結果としてはシルビアが1秒ぐらい離して勝っちゃうんじゃないかなと思う。ここのコースだと上りがどうしてもターボのパワーが最大のトルクとね、その辺がもう全然違うんでね、上りのパワーにちょっとシビックはちょっと辛いかなっていうものがあるね。で
あえてもしシビックが勝てる要素としてはタイトコーナーをうまく回ってこれればその立ち上がりに関してそこまで追いつけるだろうと思うんだけども、今のシルビアの出来を見ていると結構小回り効いてるんだよね。その辺から見るとシルビアの方がちょっと有利かなっていうふうに見てるけどね。さあ前代未聞のニューツーリング対 GT の対決、上りのスタートはやっぱり FR、 アメンボーゴーが前に出た。しかしシビックは真後ろ。S 字は STP 号が速そうだ。ちょっと頑張りすぎた土屋シビック、立ち上がりでタイムロス。話は変わってペダルにご注目。土屋号はシーケンシャル名物のノークラッチシフトアップを初公開だ。しかしここからが大難関、ターボ有利の山登りストレート。ところが土屋号がぐんぐん加速、アメンボ号を捉えそのままインへ行った。超ハイギアードセッティングのアメンボーに対し、エビススペシャルのギアを組んできた STP 号。その差がストレートに現れたのか。さあドリドリが攻めの走りに変わったぞ。シフト操作に注目。これがギア比、そして NA とターボの違いそのものであるのだ。少しずつ差を詰めているように見えるアメンボーゴ。さあこの上りストレートで2台の差はどう変わる。アメンボーゴ一気にアウトから勝負に出た。しかし土屋シビックは譲らない。真剣さ、この先の上り大井がどっちから仕掛けるか。一瞬のパワーオーバーでインにつけたアメンボーゴー、あっという間にシビックに並びかける。やっぱり100馬力以上の差は大きい。シビックをぐんぐんと引き離しファイナルラップに突入。アメンボー号は勝。少なくとも同排気量ではターボ中有利という結果を覆すことはできなかった。まあまあだな。やっぱりストレートが速い。ああストレート全然速いな。でもコーナーも思ったより遅くないでしょ。うん、まあS 字で遠赤に乗れる分だけ速いねこっちはね。
FF 遠赤に乗ったらその後大変だと FF 遠赤に乗っちゃうともう飛んでっちゃうから、うん、SD で遠赤に乗れないしね、はいはい、まあでもやっぱまっすぐが速いな、立ち上がりが N エンジンもここまで走れると、ターボ車を相手に、でましてやあの全日本 GT 選手権用に出場してるシルビアターボ、まあ言ってみれば、同じリッターではあるけれども 1.7 倍として考えるとね、うん、これが NA でここまで来るとこういう戦いが、まあ、そんなぶっちぎられなくても済むと、うん、これくらい NA も究極になってくると面白いじゃんと思います。雪が出てます。いやそれでね、僕感じたのはターボカーっていうのはとにかく抑える方向抑える方向、人間のね頭の中は本当に冷やして冷やして、もうこれでもう一段下げられるけど、もうこの3速で行った方が速いんだぞみたいな感じで走ってって、それに対して NA は行けー、パンパンパンって行けるでしょ。だからそこら辺の楽しさっていうのが NA にあるんじゃないかなっていう気がしましたね。 NA 面白いよ、うん、だからここまで来るとやっぱ NA は面白いね、うん、でも500万は必要かな。だからこういう NA のベースになる車をどんどん出してほしいですね。さあそれではハガキコーナー、いい、ね、ドリフトの質問っていっぱい来てるんですよ。いや深っぽいあります。 LSD なしのドリフトを教えてほしい、はい、LSD なしのドリフト、近藤雅子さんの声が来たり、いやここに書いてある、あとね、のここ聞いたんですか。ね、ドリフトしていて事故ってからうまくドリフトができなくなってしまいました。俺もそうだったね。そういう恐怖感があるんで、どうすればまたねドリフトができるようになるか。結構ねこういうドリフトのハガキっていうのは、まあ、今回ちょっと目立ったかなと。もっとありましたけどね。まあ他にもですね、今回すごいね、ワンダーステアでいつもこの前来てるんですよ。いやいや、ここだけ FF のねドアンダー消しをしてくれっていう、はい、うん、こんなに来てるわけ今回、うん、なんで FR ばっかりやるんだと。そうね、それで解消法がねシフトロックでうまく曲がるぞとか、あれはだってフォーリンクとしかできないじゃないかっていう、まあ、あの神の声としてあの FR を買えばいいんじゃないかなと思うんですけどもね。でもやっぱりこんなに今回ね、お便りが来たので、うん、FF なんとかしろと、うん、おめえだってあの JTCC FF に乗ってるんだろうって、うん、このお便りから動き出したわけですけれども、うん、とりあえず前後でやったあのテーマですから、アンダーステアからやってみますか。そうですね、はい、はい、早速検証、さらばドアンダーステア FF 編だ。今回はドライビングに集中、これは FF 車だけの話じゃないからみんな真面目に聞くように。日本走り担当は大井次長、まずは突っ込みすぎのドアンダー。よくできましたね、突っ込みすぎのアンダーステアですね。皆さんよくやってるじゃないですかね。俺は負けねえぞってこうアクセル踏んでいくとこまで踏んでってパーッとブレーキ踏んだ途端になんかロックしてアンダーみたいな、ただいまのがもう非常によく見られるアンダーステアですね、突っ込みすぎのアンダーステア。続いてハンドルの切りすぎドアンダー、これは気がつかないうちに出している人も多いので要注意項目だ。今のがステアリングの切りすぎですね。30R に対して 30R 以上切っちゃう。サスペンションが動いてタイヤがよれ切って、そこで最大 G が発生するのにそれよりさらに切っちゃうことによってタイヤの能力をオーバーしてる。これがそうするとどこで戻していいか分かんなくなっちゃって、どん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 切っていくことによってインインに立ち上がっていっちゃう。アウトインアウトで綺麗なそのコーナーの打角に対して同じ R に対して立ち上がれない、これが切りすぎによるアンダーステア。そして一番惜しいのが最後の一こらえができずに出してしまうパワーかけすぎアンダー。焦っちゃダメなのよ。これが非常によく見られるアンダーステア、走行会の7割がこういうアンダーステア出してますね。せっかくいいスピードで入ってきたにもかかわらずクリップ付近の手前、まあ、クリップの手前1メーターぐらいから入れる人が多いですね。アクセルをもう曲がるだろうっていう時にアクセルを入れちゃう、そこで最大 G が発生してるのを逃がしちゃう。オホイールスピンによってね、クリップついた50センチから1メーター出始めたっていう時にアクセルを入れていけばいいのに、クリップの手前から入れる、これがFF にとっては致命的ですね。FF の場合はクリップの手前からアクセル入れていくと間違いなくアンダーステアが出ます。さらばアンダーステア FF 部門、今アンダーステアの人がいますけどもね、顔もああなりますね、アンダーステアになりますと。まあ、まとめとしまして、やっぱり我々 JTCC でニューツーリングで、シビック走ってますけれども、特に気をつけてる点っていうのが、フロントタイヤ、やっぱりこう打角を与えてなおかつトラクションを与えてる FF に関しては2つの仕事をしなきゃいけない。だからフロントタイヤに対して どれだけ綺麗な、もう本
本当にスムーズな優しい運転ができるか、もうフロントタイヤが全てなわけですよね。ですからやっぱりクリッピングポイントに対してきれいにターンインをしてやる、そこから、脱出するスピードに合わせながらアクセルを入れていってやる、この辺が FF にとってとっても大事なポイントだと思います。さあ、それじゃあドリフト入門行ってみようかね。ちょっと待ってほしいんですよ。もう一個だけ、あ、もう一個だけ、ね、もう一個だけお願いします、はい、あのね、静岡県は飯田博信さん、はい、この方の質問なんですけども、イマージュの C2 をつけてフェードはなくなったんだけども、振動が出る、うん、ブレーキを踏むとダバーってくる、その対策を考えていただいて、よく聞きますね。で、彼はローターが熱で歪んでしまったんじゃないかと言ってるんですけども、ちょっと今回はそこをもうぜひ、ジャダー対策、はい、ジャダーと呼ばれるこの振動、ローターの歪みよりもパッドが原因となっていることが多いという。実は2例の車もブルっちゃってるということなので、早速イマージュの伊藤さんに相談してみた。果たしてその原因は、専門用語で言うとスティックスリップですよね、うん、スティックスリップってのは極端にバン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 と起きるからジャダーになってるんですよ。だから黒いところで表面で滑っちゃったり、このこういうところが少ないところでグッと効いたりするから、ここでは効くけどここでは効かない、ここではまた効いてっていうのが繰り返されるとダラダラっとくると。その原因となっているのがパッドの端っこにはみ出してきたヒゲみたいなもの、このヒゲを剃ってローターをきれいにしてやればバッチリってわけだ。実際にその面取るっていうやり方をどのぐらいすればいいのかとか、これはやっぱり技術者にやってもらいたいね。技術者、いや今回はちょっと僕らがちょっとやってみたいと思いますんで、使うのは、うん、まあサンドペーパーでもいいんですけど、こういう一般的な安いですね、はいはい、だから安いで普通の安いです、はい、面を取る、はい、面取り始め、そうです、これですか、この結局そうその程度ですね。全面をこのぐらいの程度、あ、そのぐらいでいいの、ね、大丈夫です。まあ、極端にもうちょっと取っといた方がいいんじゃない、うん、まあそうすれば、うん、もったいないですね、せっかく買ったのにね。いや大丈夫これだからもうちょっと取ってみな。この程度の何、生クラな削り方でいいの、いやもうちょっと、まあ本当は、うん、もう少しこれだ、月が少ないからいいんですけど、うん、もっとベターっとくっついたやつがあるから、その場合はやはり完全に冷えてからじゃないと落ちにくいでしょうね。ああ、うん、やっぱり俺から言わせると、うん、タイヤだってねメンテナンスするわけだから、皆さんやっぱりエアー圧測ってみたり、前で後ろのタイヤだけ減ってきたから前後入れ替えようとか左右入れ替えようとか、そういうこともやっぱりブレーキに気を使ってもらいたいなと、うん、ね、ブレーキはただつけて終わるまでそのまんまっていう人が多いので、そういうことにも気を配ってほしいなと思います。はい、じゃあ本題に行きましょう。本題だね、うん、ドリフトテクニック、ドリフトテクニックだからね。で、やっぱこう誰にでもできるということで、初心者クラスとして、こういうきっかけ、こういう練習方法、うん、そこから今回は始めてみたいと思います。というわけで今回は下手くそその1、自分では多分アクセルの開けすぎだと思うんですけど、テール流れてからそのままスピンしちゃったりするのが多いんで、それを直したいなと思って。と下手くそその2、よく紹介でもやろうかなと思うんですけど、きっかけがどうしても作れなくて、どうやってそのドリフトの最初に流していくときにどうやってやっていいのかを勉強したいと思います。という実際にハガキをくれた2人を呼んでスペシャル特訓。堀君の方は、FF でもやりましたけれども、突っ込みすぎのアンダーステアです、はい、で藤原君の方はそのどうやったら車が曲がるんだろう、どうやったらドリフトってできるんだろうっていう、その辺で悩んでるところ、ここ走らせておくのもいいんだけど俺にいい考えがある、はい、ちょっと彼らはさ、ダートに連れて行って、はい、少し車が曲げるでオーバーステアが出た、うん、そういうものをねもっとはっきり低いスピードで教えてあげないとダメだよ。なんかまずとりあえずお尻を出すことに精一杯になっちゃってて、出たらもうよくわかんないみたいな感じになっちゃってますからね、うん、ダートにと、ひとまずダートに行こう、はい、ダートに、俺にいい考えがある、秘密の特訓、いい考えが早速ダート、多治見にはでっかいダートコースもあるのだ。このまま行け、よし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 、もうちょっと上、あーもうちょっと上、はい、オッケー、いいよ、
うまいうまいうまい。そうだ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 。まあ、どう、サーキットとこっちを走ってみて、ダートは。あの低いスピードで自分のその悪いとかすぐ出るんで、それ直すのにはスピードも低いんでコントロールもしやすいんで非常にやりやすかったね。自分で今まで舗装でドリフトしようと思ってもできなかったものがダートだともう簡単にできるわけだよ、はい、低いスピードで。だからそういう部分でやっぱりダートで勉強するっていうか、ダートを1日走ったのとサーキットをそうだな半年走ったのと同じぐらい。ちょっとオーバーじゃないですか。いやオーバーでもないんだよ。サーキットじゃあ半年走ってもねドリフトできないやつってやっぱできないんだよ、うん、まあそうそうですね。だからでもねこういう車で走る時にね一言言っときたいのは、今回ねこれボディーガード、そうこれをですねこういう状態になってるわけですよね。これをやっとかないと石がこれっぽっちの石でももうガリガリになっちゃいますから、あの塗装がなくなっちゃうぐらい削れちゃいますからね。だからこういうところでやっぱりこのぐらいの処理をしてやって、うん、処置をしてやって、うん、それで軽く流すと、はいね、そっから先はまだまだ秘密兵器があるんだよ。秘密兵器、うん、じゃあ秘密兵器の登場にしますか。そうですね、まあ堀君も藤原君も今までこっから先というものを見たことがなかったわけですけども、ダートに来ることによって見ることができましたね。それでは秘密兵器に行ってみたいと思います。何が出てくるかと思ったらオンボロセリカ。さあ秘密兵器はどこに積んであるのか。スーパーカー登場。何ですかこれは。これが秘密兵器だ。どこが秘密兵器なんですか。だから君たちの、180ではこうやって運転できないでしょ、もったいなくてね。あんなとこ全体で出てこれないでしょ、もったいなくて、はい、そこ打っちゃって、うん、これだったら5万円、はい、5万円ポッキリ、5万円ポッキリですよ、これ面積分ですよ、あんた、ね、君たちが事故を起こしても面積分で、これだとこんなとこにぶつかったって直さないでしょ、いい車は直すでしょ、これだったらボコボコさぶつかったって動くうちはガンガン走れるの、うんうん、でこういう秘密兵器でガンガン走ると1日にしてドラテックは磨ける。だから1日練習するとできるっていうのは100回やって1回はうまくいく、うんうん、こういう車でですねガンガン走りたいと思います。秘密兵器登場。さあ特訓開始。まずはサイドを使った180度ターンにチャレンジ。ゆっくりしたスピードであってもいくらでもダートだとケツが滑る。これは今30キロ出てないですよ。30キロ出てないけれどもこうやって回ると、この練習です。まあ、最初はこんな正確に180度来た方向に向かなくても全然構いませんけどね。こういうことですね。それからこれができるようになってきた人、これができるようになってきたら次の第2段階ですね、第2段階に入りたいと思います。第2段階っていうのは、次に今度立ち上がることですね。次に立ち上がる、こういうふうに立ち上がる、アクセルを入れて立ち上がる、この練習をしてたらいつの間にかドリフトができるようになっちゃったっていう、そういうことなんですけどもね。僕の場合は下手くそのうちっていうのは一速でずっとこうゆっくり行ってもいいからビューっと行って切ってサイドブレーキアクセル、こんな簡単なことなんだよね。なんだ簡単じゃんという自信あふれる気持ちこそがドリフトの第一歩。しかし百発百中正確にやろうと思ったら結構難しいんだぞ。それではですね藤原君から行こうか。藤原君の方がちょっと上手いからな。うわダメだ、フットブレーキに頼りすぎるんだよ。もう一回、そうだそうだ、まあ、こういう練習をね積むことによってあの車が流れるケツが滑るっていうものに対しての恐怖心を取り除いていくの。もう全然簡単なんだよ。慣れてくるとほんと全然簡単なことになっちゃう。できるだけパイロンに近づいてみな。パイロンに近づけて
そこで止まってみな。ここにパイロンがあってそこで止まるってことはね、車 2.5 台分ぐらいあるわけだよ。ただその手前からアクションを起こせばこのパイロンの近くで止まるだろう。でこっから今度アクセル入れさせよう、うん、はい。じゃあ次はそこから立ち上がってそのままアクセル入れていく。アクセルを入れて立ち上がっていく。ほらサイドブレーキを引いてるときはクラッチ踏んでんだよ。でアクセルを入れるときに離す。もしうまいうまい。もう一回すごいローできたな。ローできたよ。ローでなんでやろ。頭使ってるな。おお、パイロンビッタンゴ。もう一回うまいもんだ、うん。まあこういう今はぎこちないけれども、まあできるにはできてるわけだよ。もうこれだと7割はできてるよね。あとはあとの3割ってのは綺麗にできることによって100点満点になるから、この繰り返しなの練習って。お次は堀くん。遅いのかな。それじゃあね、アクセル入れて立ち上がっていいから、アクセル入れて立ち上がっていいよ。そっちにしちゃいますもう。うん、ヘルメットかぶると変わるなあいつ。人間性に難ありだな。自分が今まで知らなかったテールスライドだとかカウンター量だとかアクセルの入れ方とかね、そういうものが全部ここで身についちゃう。はい、今まで多分堀君も藤原君もこんなに自分たちが綺麗にできたことはないと思うよ。フットブレーキが強すぎるんだよ。だからアンダー出しながらオーバーステアになるの。フットブレーキってのはただのきっかけをつかむためのもんで、あとステアリングもパンと一発目入れるのはきっかけだけで、そこからサイドに持っていって滑り出したらアクセルを今度スムーズなアクセルコントロールしてみる。ブワーッと全開じゃなくて、ブワーッと全開じゃなくて、うーっとこう滑るか滑んないかっていう、こうステアリング切り込んでカウンター当てて、だん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 真っすぐに戻していくような、そういうアクセルの入れ方をして今度綺麗に立ち上がってみな。だからやってることは舗装もダートも一緒なんだよ。全く同じこうこと。よし、オッケー。さあ先を急いで第3段階。続いてはですね、パイロンでもうある程度練習してできるようになったら今度コーナー、さっきのパイロンがこの1本コーナー真ん中のパイロンですね、そう思えば簡単にできるようになります。さあ引いてからローに入れるとこういうのもあるし、入り口で入れちゃうのもあると、これはもう好き好きですね。今度は堀くんからアタック。難しいんだよ出口がな。どっち行っていいか分かんなくなるわけだよ。なるほどね。1個だとな。あ、君は考えてるね、なかなかね。非常に危険だということをね悟るわけだな人間はな。ほらほらほら、来た来た来た。いらっしゃいましたね。やっぱりだから何が悪いか自分で考えなきゃダメだよね。え、あの同じこと何回も何回もやるんじゃなくて、何が今まずかったのか、自分がもう振られた時にあのアクセルを抜いた瞬間にこっちに向かってんだよ。だからアクセルずっと一定にしてテールスライドをずっと起こさせてたら車は内側に巻き込むの。アクセル離したことによってカウンター当てた方向に飛んできてるの。お尻ができる頃っていうのはもうさ、逆に
お尻が止まったから先のことを考えてハンドル操作に移んなきゃいけない。でそこでどん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 遅れていっちゃう。はい、ここで止まって、はい、ドライバー交代で、サイドはほんのきっかけに使う。それでだからさっきの180度ターンが完璧にコントロールしてできてればこれもできるわけだね。2人の操作を比較してみるとまるで別物。大忙しの堀くんに対し、大井の操作はステアリングの修正量も少ないしスピードもゆっくり。そう、ステアリングとアクセルの連携ができてくればくるほど運転操作は楽になり、合気道のように車を操ることができるようになるのだ。さあ藤原くんの番だ。みんなこうなるんだよ。だからね、さっきの最初の180度ターン、あんなもんできるわって思ってたら大間違いで、まだできてないからこれができないんだ。だからあれはもう完璧にこなすの。あれを完璧にこなすことによってこっちもだん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 できるようになってくる。よし、踏んで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 、あーもったいねえな。ずっと滑らせてくアクセルを入れてやる。アクセルによってケツを出したらそれを持続させるためにアクセルを一定にしてやるの、テールスライドを。あとハンドルが落ち着いてないよね。よし、踏め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 、そう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 、アクセルコントロール、そうだそうそうそう。アクセルコントロール、アクセルコントロール、そう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 、そうだそうそうそう。掴んだな。掴んだな。うん。さあ、読者代表藤原君と堀君、まあ、藤原君いかがだったでしょうか。今回のこのダート走行でドリフトのきっかけとか、あと車の動きなんか完全に読み取れたんで、うん、すごいためになりました。堀君はどう。あのこういう練習場所がそもそも自分の場合なかったんで、ね、今回こういう場所練習できて大変勉強になりました。朝からするとね、一体どうなるんだろう。2人ともアンダーだしこうみたいなね、どっちが偉いみたいな、そういう感じだったけれど、うん、まあ言ってみればね、舗装の上でできないのにどんなに練習しても、はい、タイヤ代だけで何百万ぐらいいっちゃうよこれ。ね、そうですね、うん、でも本当にこういうダートで練習すると、うん、ドリフトなんていうのがどういうものかわからない人でも、うん、いくらでも滑っちゃうんでしょ。でスピードが低くてすぐ滑るから小さい場所で練習できるでしょ、はい、舗装よりも全然小さい場所大丈夫。ダートがあって舗装があるからこの積み重ねなんだよ。だから俺なんかが長野で下手くそ下手くそって言われた頃ってのはやっぱりこういうところでガン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 走ります。土屋さんもこういう車でやった時代があったと。そう、いまだに乗ってるよ俺は。スバルでスポーツランド新州たまに走りますね。よく車が入れ替わるやつですね。必ずボロい車1台あるけど、前シグマだったですね。あれは2万円で買ってきたけどね。今回のスバルちょっと高かったですね。5万円です。そういうのでガン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 ぶつけても俺は直さなくていいでしょ。はいはい。だから俺はほら楽しみで乗ってんので自分の腕を落とさないために、うん、そうやってなんかこう楽しみながらできたらいいなと、うん、ゴルフやってるよりは長野の家へ帰ってスコットランド信州ボロスバルと行って走りまくった方がよっぽどいいかなと、うん、まあ、今後ともね、こういう読者の質問だとかね、うん、こうしてほしい、ああしてほしいっていうものをどん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 答えていきたいなと、はい、このように思いますので、どしどしご応募ください、はい。さあ、峰サーキットにやってまいりました。はい。何でしたっけ。何でしたっけじゃない、全日本 GT 選手権最終戦、はい、世界最速のシルビアが走るレースですね。はい、どうもありがとうございました。クラス違いですね。まあうちのアドバンポルシェ、富士の第3戦からスタートしまして、第4戦のスゴ、ここでまあ劇的な優勝を飾ったわけでありますけれども、はいはいはい、してこの最終戦、はい、2連覇を狙って乗り込んでまいりました。バシッと決めたいと思いますけれども、じゃあ本当に2連勝してくださいよ。おいちゃん何周周回遅れするか分かんないですけれども、2連勝に向かって爆進したいと思います。水を得た魚のようにポルシェを走らせたスゴーラウンド、土屋対敏夫の熱いバトル、そして勝ち取った優勝、最終戦ミネへの期待はもちろん大きい。まずはここ、ミネでのライバルをチェック。
FR 化された GTR の中でも抜群の速さを見せるゼクセル。そして最終戦に万全の体制で臨むチームタイサンはなんと F40 を2台投入。34号車はイタリア選手権を戦ってきたチャンピオンマシンだ。さらにポルシェ 962C も出場させ表彰台独占を狙っている。スープラも2台エントリー。噂のマシンを大井がチェックだ。前回のスゴーから登場して、予選でバッチリ頭の方に行って、で、まあ、早めにリタイアしてしまいましたけども、デビュー戦であそこまで行くっていうのはすごいんではないかと、でチェックしてみたいと思います。でこれがですね、この噂の 3SG、4気筒エンジンですね。ここまでに全部エンジンが終わっちゃってますからね。ここから先はもう本当に重いもんが全然ない。前後の配分っていうのは何対何とかは出てる？まあ5、2、4、8ぐらいまで来てますね。ほぼブレーキ関係、それからアップライトの関係はそのまま扱ってますね。あとじゃあここのコースではウィングは一番立ってますね。ステアリングが取れるっていうのはかっこいいと。ライバルもすごいがコースもクセモノ。ホイールベースは短いがエンジン特性の点からタイトコーナーが不得意なアドバンポルシェだが、ここミネサーキットは R のきついコーナーばかり。勝負のポイントはどこなのか土屋選手に聞いてみよう。ブレーキングで勝負します、うん、進入スピードで勝負します、うん、コーナリングで並びますみたいなね。でどうにか前に出たら出たもん勝ちっていうところはここですよね。そうですね、ここはもうイン取ったもの勝ちですね。ここイン取ってどうにか回っていけば、あとしばらくの間前を走れるぞと。勝負どころとしてはだからまあこの1コーナー、うんね、1番ポストから2番ポストにかけて、うん、そして4番ポストのインの奪い合いですね、うん、ブレーキング競争、はい、あとはですねないです。予選開始。天候の急変を恐れチームは早めに動き出す。2周目、早速土屋は F40 とともに軽く33秒台をマーク。しかし F40 がいきなり仕掛けた。30秒台に突入だ。ジョンソンスカイラインもこれに続く。土屋はアンダーステアに苦しみながらも4周目に30秒7をマーク。2番手に浮上。やっぱりスープラが来た。トップに躍り出る。詰まっちゃったのでもう一周行かせてください。結局6周をこなしピットイン。クリサントチェンジだ。お疲れさん。アンダースレですよ。スゴーと同じように土屋の前には F40 スープラが立ちはだかっている。さらに 962C、 そしてジョンソンスカイラインもタイムを上げ、土屋は5番手。6番手は34号車の F40。ゼクセルスカイラインは7番手につけた。もう1台のスープラブリッツは足が全く決まらず大苦戦。1回目の予選は終了。チームは急遽ギア比の変更を決定した。2回目の予選で勝負に出る作戦だ。しかし天候は急変。各社ともタイムアップは望めない。結局1回目の結果でグリッドが決定された。
2回目の予選で、5速ギアを高くして3速ギアを低くして2速ギアを高くしてさあどっちでしょうみたいな、そうやってね組み合わせてって各コーナーでギアを合わせるようにして2回目の、まあ、予選で3番手狙いで行ったんだけどね、雨降っちゃいましたね。うちはギアがいたことによって決勝ガス満タンで、まあ表彰台の一角は間違いなく狙えます。頑張りたいと思います。あわよくば優勝2連覇を狙いたいと思います。一夜明け決勝日を迎え、各社ともダミーグリッドに整列。しかしグリッドにつけないマシンが1台、ゼクセルスカイライン。ヘッドカバーからのオイル漏れのため鈴木敏夫はピットスタートを余儀なくされた。コンセントレーションを高める土屋。さあフォーメーション開始だ。前にアンソニー、アキラ、ララウリ、ジェフ・クロスノフ、後ろには F40 の松田秀ちゃん、影山のカルソニック、長谷美さんのユニシア・ジェクス。ライバルがひしめき合う中、土屋はどんな走りを見せてくれるのか。さあスタートだ。コースタートを切ったのは F40 の2台。34号車は6番手からジャンプアップ。土屋は順位を一つ落とし6番手につける。オープニングラップを制したのはララウリの F40。 まるでスプリントレースの勢いで2位以下を引き離しにかかる。直線スピードで勝る 962C にスリップを使われインを取られる。コーナーは速い土屋だが立ち上がりはつらい。速いな96には。ピットスタートからの追撃となったゼクセル。3周目に4台をパスし現在16位を走行。うわーダメだこれ、すげえなガソリン吹いちゃって。おいオレンジボール出すぞ、イエローカードだよこいつ。土屋はこの時点で5位に浮上。飯田明はピットイン、順位を落とす。8周目2番手争いの2台、ブロックラインで進入する34号車。しかしブレーキングミス、スープラが前に出る。土屋の視界に4番手を走る F40 の姿が入った。絶対捕まえてやる。ここが吹ければ捕まえられるだろうな。土屋のペースはトップの F40 とほぼ同じ。ゼクセルは16周でなんと12台をパス、7位のユニシアの真後ろに迫る。土屋の前には周回遅れのマシンが現れ始め、
34号車の F40 もこれらをパス。土屋も続かなければならない。21周目、土屋はついに1秒差までにつける。常にミラーに映ってさえいるとね、嫌なもんなんだよドライバーって。かなり F40 はブレーキがきついはずです。あ、これはやばいかな。これ入り口で抜いとかないと。ごめんね、今強引に抜かないとね、絶対離されてるね。24周目、ゼクセルはユニシアを捉え7位へ浮上。しかしその週の最終コーナーでコースアウト。オイルクーラーを挟む土屋の宿敵はここで姿を消す。コース状況の変化はピットからいち早く土屋に届けられる。最終コーナーのあたりからですから、最終コーナーのあたりから気をつけてください。ありました、ありました。やっぱりついてるよな。ストレートでみんな抜けるもん。ああ、ラインがもう一車線しかないよ。コース上のオイルは F40 に味方した。34号車との差は再び開いてしまった。7周目、2番手争いをしていた F40 とスープラがピットイン。スープラが先だ。対戦チームはドライバー交代をせず、ララ売りのままタイヤ交換。給油を済ませピットアウト。あ、クリさんにもうちょっといい順位で渡したかったね。クソ、俺のミスかな。もうちょっと我慢して大事に大事に乗っても一緒か。苦しいな、このサーキットは。ピットインするからなるべく二速は使いたくないね。パーポレーション起きないように、ブレーキもあんまりガーンと踏まないようにして、できるだけ冷やして帰ろう。ライバル車とのピットインのタイミングの違いから土屋は3番手を走行。51周を走り、クリさんにステアリングを託す。立ち上がりで置いてかれるな。もうコーナーで詰めても立ち上がりで置いてかれちゃった。土屋の走りを引き継ぎ、クリさんは現在4位を走行だ。
作業短縮のためタイヤ交換をしなかった近藤正彦の96 2C に奈良織が迫る。62周目 F40 2A 浮上。現在4位ベテランの高橋の追い上げが始まった。ワンタップごとに2秒近いペースで 96-2C に迫る栗さん、タイム差は19秒、残り26周、これはいける。残り20周を切ったホームストレート、トップを走っていたスープラがいきなりスローダウン、駆動系のトラブルでまたしてもリタイア。これで自然的にアドバンポルシェは3位、しかも前を行く 96-2C はタイヤが垂れてペースは全く上がらない、タイム差も5秒までになった。そして84周目、ついに栗さんは 96-2C に追いついた。立ち上がりではやはり 96-2C が上、しかしベテランならではの慎重な走りが光る。うまくスリップに入り1コーナーで 96-2C のインを刺す。85周目、ついに高橋は2番手に浮上。回想その差もおよそ20秒のところまで詰めたが、惜しくもアドバンポルシェは2位でチェッカーを受ける。GT 選手権はシリーズ5戦、全ての勝者が違うという激戦の展開を見せてくれた。今回のレースは土屋にとって辛いレース展開ではあった。マシンの持っているポテンシャルをフルに引き出して走り切ったことが結果につながったといえる。95年も土屋のこんな熱い走りが見られることを僕らは期待したい。さあ今回のボル12のプレゼントです。まあ横浜タイヤなんかね、ニューパターンも発表しましたけども、横浜タイヤからなんとこのグランプリ、そしてスタッドレスタイヤまである。横浜タイヤからグランプリ M5 を1名様に、希望のサイズをお忘れなく。石塚タイヤサービスからは新発売ガーデックス FHB を1名様に。レスポからエンジンオイルで添加剤ですね、耐久性の向上だとか、性能劣化防止だとか、そういうものに役立ちます。イマージュからはご覧のグッズセットを5名様に。オリジナルのロゴ入りポロシャツを15名様、こちらもサイズをお忘れなく。そしてブレーキパッド1名様、フルードを3名様に差し上げます。 K オフィスではなんとこのフロントバンパースポイラー、これをあげちゃいたいと思います。 K オフィスからはドリドリ仕様のフロントバンパーを1名様に。そして私が履いておりますこの今回の KS5 17インチ、これをドーンと1名にプレゼントということですね。これぐらい皆さんにあげちゃいたいと思います。
ご覧の宛先までどしどしご応募ください。